県によりますと、県の結婚休暇は、法律婚か事実婚の職員が社会的に結婚したと認められる日から、原則一ヶ月以内に連続七日間の休暇を取得できる福利厚生です。来月からは、同性のパートナーがいる職員も、自治体のパートナーシップ宣誓証明書を提出するなど、実態を証明した上で申請すれば、 結婚休暇を取得できるようになります結婚休暇の対象拡大は社会情勢の変化を踏まえた働きやすい職場環境の整備の一環で、きびきや看護休暇、扶養手当などについても同様の対応にするということです。